34号車モデューロドラゴンコルセ道上亮選手、大津博樹選手お願いします。続きまして777号車カーガイレーシング横溝直樹選手、木村武史選手です。お願いします。はい、というわけで話題の NSXGT3 で今シーズン戦うこの2チームのドライバーさんにお越しくださいました。皆さんよろしくお願いいたします。さあ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 、もうあっという間にね、なんかこう開幕してしまいまして、あっという間に決勝の朝を迎えたわけなんですが、昨日後藤のいろいろも展開が目まぐるしかったこう予選を終えてみてなんですが、まずこれを聞かずにはいられない、じゃあ道上選手からいきましょうかね、はい、予選いかがだったでしょうか昨日。そうですね、ちょっと自分たちがチョイスした決勝に向けて、まあ要はタイヤですけども、気温がねぐっとちょっと下が予選前に下がってしまって、ちょっとまあグリップが、はい、不足してましたね。やっぱこの低い気温、あ、なんかこう予想外に寒い気温ってやっぱりとてもやっぱ影響したんですか。そうですね、まあ昨日もあんまりね雨降るとかってあんまり思ってなかったんですけど、聞いてなかった。だから雨というか氷が降ってきたりしたって。そうですよ、氷がね、ちょっとコンディションが非常に、コロコロ変わるような予選だったんですけども、まあちょっとそこでうまくこう合わせきれなかったなっていう。はい、そしてねその Q1 を担当してデビュー戦にしていきなり Q1 を担当された大津選手だったと思うんですが、どうでした昨日。 Q1 前ってやっぱりすごく緊張されたと思うんですけれども。そうですね、予選の担当ドライバー決めるときに監督と三宅さん相談しながらやったんですけど、まあ、ちょっと Q1 って言われたときに若干緊張はしました。でもルーキーでいきなりデビュー戦で Q1 を担当されるって任されるって結構すごいことじゃないですか。そう、でもまあ今年からね初めてこうフォーミュラーしか乗ってなかったドライバーが、まあ、ツーリンカー乗って、前の週もね S 帯の TCR でちゃんとね優勝してとか、まあ、今年初めてそのツーリンカー乗ってて練習も見てきてるんですけど、まあ、タイムもねいい感じでしたし、はい、まあ、僕とか監督としては、まあ、大津に Q1 普通にいけんじゃないかと。はい、もうじゃあデビュー戦にして全てを任せられた。そうですね、まあ、いずれみんな、まあ、若い選手が絶対ね、はい、やっていかないといけないところだと思いますし、まあ、もちろんその Q1 でも Q2 でも、はい、どっちでも、ね、いけるようにならないとはいけないと思うんですけども、うんうん、はい、そんな中で Q1 を迎えて、まあ、それまでの走行とかで、ね、結構タイム出せる自信がすごいあったから、かなり自信持って予選臨んだんですけど、ちょっと予想以上に、まあ、言い訳はしたくないんですけど、まあ、ちょっと予選フリーのフィーリングとかなり違うところがあったんで、まあ、その中でももっとセクターをまとめれればもう2つ3つ順位上げれたかなと思うところもあるんで、そういうところはもうちゃんと反省しきりましたね昨日は。はい、でもなんかちょっと最後までね Q1 ってすごい目まぐるしい結果で終わったと思うんですけど、そんな中でも、ね、777号車木村選手、昨日 Q1 突破 Q2 に行かれまして、いかがでしたか昨日一日、どんな気持ちでこうデビュー戦だったと思うんですけれど。僕 Q1 やってないんで、昨日トータルで、あ、トータルですね、はい、ですね、まあ、Q1 突破うちできたんですけど、まあ、当初僕は Q1 行きたいって言ったんですよ、はい、そしたらチーム全体がなんかすごい誰なんか行きましょうって言ってくれなくてですね、あれ俺 Q1 行くからみたいな、あれでも6秒台は出るかなと思ってたんですけど、はい、Q1 行くからって言ったら誰も言わないですね、うんとも誰とも言ってくれなかった。車のオーナーでもあるんで、あ、おお、で俺が行くから任せてみたいな誰も言わなくて、はい、まあ、今回は横水選手でみたいな、あ、そうみたいな、そういう展開で、まあ、はい、彼が言っていただいたんで、もうそれだけです。あ、でも Q2 でもすごく、でも木村選手あれルーキーテスト受けられたんですよね。そうですね、ルーキーテストを受けて、まあ、はい、受かりました。なんかなんていうんですか、ルーキーらしからぬというかすごく堂々とした走りをされていたと思うんですけど、ね、あれですね、はい、これお世辞じゃなくて、私ね、走り出した時にちょうど走る2分ぐらい前に雨降ってきたんですよ、はい、で NSX 雨初めてで、ね、私ももちろんそうです、うん、で
あんなの絶対走れないんで、うんうんうん、車めっちゃいいんですよ、NSX が。おお、決まってた。無線で、俺これ雨無理だからって言ったんですよ、はい、だから俺9万行くっつったんだよ。そこかマジで天気予報ばっかり見てて絶対雨来るなと思ったんですよ。あの3時30分に雨ってなってたんで、もう絶対嫌だったんで、はい、だから Q1 行きたかったんですよ。あ、そこを見越してたんですね、木村選手。そして、ほら雨来ちゃったから、俺雨嫌だよって言ったんですけど、まあ、え、まあ、行ってくださいみたいな、19とか言われちゃって。そしたら NSX めっちゃなんか安定してて、はい、ドラコンめっちゃ効くんですよ。へー、思った以上のコンディション。あ、でこれは何、車いいじゃんっていう話になって、まあまあ、なんかなんとなくね、あのいいタイプというか、こうまあちょっとね、うん、あのリザロード落としたんですけど、まあ少し頑張れたかなと思いましたね。素晴らしい、うん、本当になんかルーキーなのかな木村選手と思うぐらい、すごく堂々とした走りで走ってくれたわけなんですけど、そこに導いてくれたのがもう横溝選手 Q1 だったと思うんですけれども、はい、どんなお気持ちでとか、こうデビュー戦 NSXGT3 でお過ごしでしょうか。はい、いや Q1 で僕らその海外レーシングはスーパー GT 初参戦なんですよ、はい、で僕はずっとスーパー GT に出てるからQ1 の大変さを知ってるんですよ。もうみんなこの開幕戦とかエースドライバーを出してなんとか14位以内に入ろうって言うんですよ。でもうちらのチームってそこを全然みんな知らないから、はい、Q1 は当たり前に取ってくるんでしょみたいな雰囲気なんですよ。で木村さんもなんかこうアップしてるし、これ取んなかったら俺今回でクビになんじゃないかなみたいに思って、めちゃめちゃ真剣に本当に走って、はい、で車も本当にチームはいい車用意してくれたし、うん、まあ、気温は下がってたんですけど、僕ら1月から3月までずっと岡山で走れる日は全部走り倒して合宿してきたんで、はい、なんとなくこの気温ならこのタイヤだなっていうのは正直読みはあったんですよ。それを走らせてくれた、まあ、チームオーナーの木村さんもあるし、うん、でバトンを渡した後にね、木村さんが雨めちゃめちゃ良かったんですよ、うんうんうん、でプロもやっぱりドライ出していきなり雨が降ってきたらしびれる予選だったのに、うん、もう木村さんなんか、あ、雨かみたいな、さっきねそんな言ってましたけど、雨俺全然大丈夫だからみたいな、どこからこの地震は来るのかなと思ってたんですけど、あの木村さん、皆さんご存知だと思うんですけど、ジェントルマンドライバーで、はい、まあ、今その、ね、GT のルーキーテスト通ったからいいんですけど、うんうん、それまではジェントルマンドライバーでアマチュアドライバーなわけですよ、うん、普段あの不動産屋さんの社長ですからね、社長、まあ、だから不動産相談あればどんどんピッとあの入っていってください ね不動産屋さんの社長で、うんうん、レースにポンってきて Q2 であのタイムとされちゃったら僕らプロ大変ですよね。プレッシャーですね、はい、ある意味ね。でもね、その予選のおかげで僕らチーム今すっごいテンション上がってるんで、決勝楽しみですね。いや、とはいえね、決勝はこれからですよ。今がまもなく行われますけれども、水上選手はやっぱり GT500 のいろんなカテゴリーでね活躍されての、今回初めて300のドライバーとしてなんですが、やっぱ NSX ってもともとこうね、NSXGT3 自体は2チームとも初めてだと思うんですが、馴染みが深いというかあると思うんですけれど、まあそうですね、うんうん、やっぱりあの GT 参戦してからずっと最初 NSX だったので、はい、まあ、もちろん他の車乗ったことがないというか、うんうんうん、GT に関してはだからずっと NSX で、まあ、もちろんドライバーとして一人前に育ててもらったのもこの NSX ですし、はい、なのでやっぱりそういう意味では非常に思い入れがありますね、はい、と木村選手もあのいつでしたっけ、青山の時の GT3 のトークショーをやられたじゃないですか、はい、あの時からすごくいい車だって、両方の、ね、チームの方が評価がすごく高い車だと思うんですけれども、はい、やっぱりでも NSX ずっと関わられていたということはやっぱりちょっと気になる存在ですよね。川貝さんがタイム出しちゃうと、え、そうですか、あ、やっぱ気になるな。いや、そうですよ、まあ、良きなんかチーム名、なんかなんて言うんですか、うん、マシンをシェアしてる相手であり、はい、ライバルであり、まあ、これそうですね、これ組んでやってるんで、もう、うん、もう今日行きますから、ドラゴさんがバッと勝負。いやいやいや、もう予定通りなんで、もう横溝くんがもう道どんどん上げて、はい、気持ちよく、もうあとはもう道川さんどうぞ、後ろからついていくから、後半ポーカー乗って、はいはい、スタート、僕ら予選行くためにすごいタイム出るタイヤに行っちゃってるから、決勝多分で垂れちゃうと思うんですよ、ね、だからもう道川さんどうぞどうぞ、横溝を生かして、その後もうダン開けて、道開けてきますから、私行った後にドラゴさんを生かしたと、私がもうあのもうまた玉乗りで生かしていただきますよ、数時間経っちゃいますから、そう、はい、もう、でも気持ちよく行ってもらうっていう、大丈夫ですか、こんなとこで、そんな一番の大津選手がタジタジになってるじゃないですか、メーカー横断何もできないですね、勝手にあの
僕はもうジェントルなんで、はい、何でもやっていってしっかりいい関係にいかないと、心臓ものは。でも大津選手と、ね、道上選手、それこそもともと師弟関係の仲のいいチーム、まあ、師弟関係というか、まあ、スクールレーシングスクールのね、はいはい、雰囲気をすごいとてもね、なんかそれぞれの個性がとても出ているチームで、今回こうピットが隣同士じゃないですか、はい、なのでよく私あのピットの2チームのこう前を立って、あ、こんな感じで2人ともね、2チームともねと思って見てるんですけど、昨日隣じゃないですか、はい、じゃ木村さんと加賀井さんがもう予選 Q1 突破して、はい、Q2 もいい走りされてわーって盛り上がってて、うんうんうん、でこっちは片や景品がポール取ってこっちわーって盛り上がって、僕らその間に挟まれてたんですよ一緒に盛り上がっちゃいましょう、こっちも盛り、こっちも盛り上がってたんで、ね、もう間に入ってちょっとお世話好きで、そうそうそう、うい, いやいや、でも本当にそれぞれのチームの色が出ている、まあマシーンのカラーリングもそうだと思うんですけれども、まあ、加賀井さんの蛍光緑でもとてもやっぱりコースで撮ってて、写真ね撮られる方すごく多いと思うんですけど、蛍光緑だし、モデルさんは、蛍光レッド使われてると思うんですけど、はい、かっこいいですよね、木村さん、やっぱかっこいいから行かないといけないですよ、かっこじゃなくて、はい、ぶつけられないように、あの工事現場の色みたいな、ね、イエローフラッグらしいです、本当にそうで、あのスピンしてもあそこだけなんかこう太陽に当たると光り輝くんで、あそこが危ないなみたいな、そういう意味だったんですよ、あの黄色は、あの危険、そうです、まあ、認識されてほしいです、とにかく危険だぞ、青山のトークショーでもそういうおっしゃってます、本当にそうです、はい、危険だぞって色なんですね、でも私昨日フリー走行で、はい、いきなりテンション上げてスピンしましたんで、でも安心なんですよ、もうどうせ目立つからもうみんながもう最終コーナーから上がってきたらもう大もう分かってますから、避けてそこでひっくり返ってるなみたいな、あの決勝レース大丈夫、安心ですあの色あるからちょっと避けていかなきゃって、ね、なるかもしれないんですけど、まあまあもう間もなくね、この後本当に午後決勝が行われるわけなんですが、せっかくなんで選手の皆様から決勝に向けて一言ずつちょっと意気込みというのを伺っていきたいなと思うんですが、道上選手からお願いしていいですか。はい、そうですね、まあ2年前は500のチームでね、モデューロドラゴンモデューロホンダレーシングとしてやっていて、はい、まあいろいろあってチームが解散になって、で僕は去年また現役に復活し、またこのスーパー GT にね今年戻ってこれて、まあ、新たにまたチームを立ち上げて、まあ、NSX GT3 という新しい車で戦えることになって、もうすごく嬉しい話なんですけども、まあもちろん僕自身は300クラスはすごく初めてなので、今日初めてレースするんでね、500のまずちょっと NSX 勢の後輩どもには無茶な追い抜きするなと、はい、とりあえず先に言っといて、先輩風吹かせました。そうなんですよ、はい、結構ね練習の時とかも、うん、結構ね僕抜いていく時に後輩たちはハザードをこう焚いてくれるんですよ、礼儀正しいな練習はですよ敬意を表してくれてるのか、で、もう本当にやってくれるんですけど、はい、一回ちょっと野尻にむちゃなパッシングされて、あの野郎と思ったことがあったんですけど、そのうち謝りに来るかもしれない、いやいや、その時謝りに来たんですけど、大津だと思ってましたって言って、あ、横をついていくとヘルメット見たら僕だったんですいませんみたいな、オスだったらいいのかみたいな感じなんですけど、後輩ですから、はい、なんでまあそうやって500のね、はい、こうパッシングされながら同一クラスと争っていくのっていうのは僕も初めてなので、また300台数多いですし、はい、どうなるかわからないんですけども、はい、ちょっときっちりポイント取れるレースをしたいなと思いますので、はいはい、初道上選手の GT300 での初走行になりますから、ね、応援お願いします、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。さあ大津選手、ちょっと間に挟まれてタチタチしてちゃダメです、大津選手頑張ってくださいということで意気込みをお願いします。まあ、予選結果が16番と、まあ、中盤になってしまうんですけど、まあ、もちろんポイントを目指して10位内を目指して、道上さんのラスタート一家、まあ、まだあれですけど、2人の力を合わせて、少しでも多くポイント取れるように頑張ります。でも本当に Q1 を任せるルーキーをで Q1 を任せられると、とっても本当に自信にしていい、すごく素晴らしいことだと思うので、ぜひ決勝でもその力を見せていただければと思います。はい、大丈夫です。お、大丈夫、聞いた、みんなよろしくお願いします。私頑張ってください。木村選手お願いします。はい、もう私は大丈夫はないんで、温かい目でちょっと
まあまあ、こう前向きに考えれば、はい、こうなんて言うんでしょう、プロが乗る NSX GTC の実力、ジェントルマンが皆さんと同じなんで、私はね、そのジェントルが乗っても車ってこんな風にちゃんとこの車が出来がいいんだな、悪いんだなっていうの、そういうのをちょっと見れる、まあまあ、モルモットみたいな感じでね、思っていただければまたレースが楽しめるんじゃないかなと思いますんで、まあ、私はね、私なりにやっぱりもうプロの、ね、皆さんと走るんで、本当に皆さんこうレベル高いので、まあついていけるように日々頑張っていきますので、温かい目であの応援よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんと一緒に NSX の魅力に取り憑かれた大型ルーキー木村選手です。よろしくお願いします。それでは横溝選手お願いします。はい、今日の決勝はやっぱタイヤがね、結構タイヤの気温が肝になると思うんで、その辺見ている方たちは非常に面白いレースが展開されると思うんですよね。で、昨日は雨の予選になったんで、今日はドライだから早い遅いがまた決勝になると全然変わると思うんですよ。そこが300は300で面白いので、500ばかりじゃなくて300もしっかり注目していただけたらと思います。そして川外レーシングは今回スーパー GT 初参戦なんで、かなりいっぱいいっぱいの状態でスタッフのみんなも頑張ってくれてるんで、その辺を本当に木村さんと一緒で温かい目で応援していただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん最後に、ゲストの皆さんに大きな拍手をお送りください。今日の決勝頑張ってください。活躍期待してます。ありがとうございます。